えっちゃんねんのえっちゃんです。今回紹介する商品はこちらでございます。はい、ということでございまして、こちらのね商品なんだと思います？皆様、これすっごくわかりにくい商品なんですけど、この間ですね、ちょっとこれを購入したんですよね。これはね、もう結論から言うとですね、こう包丁研ぎになるんですね。で、これ包丁研ぎってどういうことなんだろうって皆さん思いますよね。まあどういうような商品なのか、まあこれ自体もね、ちょっとよくわからないと思いますので、まずはどういったものなのかを、実際ね、見てもらえればわかると思います。それではちょっとね、ご用意いたしますね。はい、じゃあ一応準備の方がね、できました。どういう風にね、やっていくのかっていうところなんですけど、じゃあ一応ですね、まあ、こちらの方、貝印さんのですね、商品なんですけど、こちらのね、商品は、包丁研ぎをですね、うまい角度に、設定してもらって、あとはこう、研ぐだけっていう、まあ、率直なね、簡単な説明をするとそういうことなんですね。で、僕はね、これをね、多分ね、1年ぐらい使ってますね。1年、2年ぐらいかな、使ってると思うんですけど、まあこれ一応ね、メリットとデメリットがございます。はい。で、包丁研ぎとかっていろんな種類があったりするんですよね。まずはこの研ぐタイプですよね。こういう風にやるタイプと、あと、シャープナーって言って、まあこういう、なんて言うんだろう。包丁をね、こうやってね、挟むようなタイプで、こう、シューってやると、綺麗に、なんだろう、研げるっていう。まあ、綺麗に研げるっていうか、切れ味が良くなるっていうのかな？切れ味が良くなるっていうふうに、よくね、聞くんですけど、自分は実際こういうシャープナーとかでこうやってやったことあるんですけど、やっぱりね、あんまりね、研ぎがね、甘いっていうか、切れ味があんまり良くないんですよ。なので、まあ、切れ味が良くするためにはね、やっぱりね、ある程度のね、角度と、ね、
で、まあ、熟練された感じのね、研ぎ方じゃないと、おそらく、切れ味は良くないんじゃないかと。まあ、シャープナーでやった時点で、やっぱりすぐ歯切れが悪くなったりするんですけど、まあ、これでやったらですね、結構意外と、歯切れが良くなるっていう感じだったんですね。まあ、ちょっとデメリットはあったりするんですけど、まずはね、どれくらい切れないかをですね、やってみたいと思います。まあ、ちょうど近くにね、ちょっと汚いな、これ。まあ、ちょっと近くにね、画用紙があったんで、この画用紙をちょっと切ってみましょうか、一応ね。まあ、一応ね、こうやって切るんですけど、やっぱり、ちょっと切れ味がね、こう、うまいこと切れないんですよね、こう。はい、こんな感じになっちゃいますよね。で、これはですね、まず、歯切れが悪いっていうことになってますの。歯切れが悪いので、まずこれを使って、いきたいと思います。で、使い方ですごくね、これコツがいるんですけど、自分はですよ。まあ、本当の使い方は多分こうやっていくんでしょうけど、自分の場合はまずこの中入れちゃいますね。はい。で、その先からこうやって、もう、歯を出す感じですかね。で、結構ね、ちっちゃい、ナイフだと、やりづらいんですよ。これちょっと、ペティナイフなのかな、これはね。サイズがちょっと微妙に 合わない なんでこの、包丁にしたんだろうな まあ、とりあえず、こんな感じで、いきます。で、これをやることによって、角度がちょっとね、ああ、こぼれたー。いいや。まあ、ここね、これで、角度がね、決まるんですよね。わかりますかね。まあ、斜めに、うわー！つか、こうすればいいんだよ。で、まあ、斜めに、やるので、こんな感じですよね。歯がここにあったとしたら、こういう感じで、斜めになっていくので、一応、削りやすくなってます、角度が。まあ、大体削る角度っていうのは、10円玉をこう置いた状態で、10円玉を置いた角度を置いた状態での、その角度が正しいっていう意味合いらしいんですけど、まあ、これだと、そのまま最初から、10円ぐらいの角度に、設定してくれるので、ただ、あとはこれギコギコやるだけなんですね。で、ちょっと水足そうか。で、ですね。まあ、まずここで、これは、研ぎ石はね、何番だったかな、これ。何番だっけ？で、一応ですね、研ぎ石の番数なんですけど、こちらが1000番。で、これが3000番っていう感じですね。自分が使ってるのはそれぐらいのものです。で、ある程度このね、研ぎ石は、水に、含ませて、やるとしたらですよ。やるとしたら自分がやってるのは、まあ、このボウルの中に ガツンと 入れてしばらく沈ませて、中に、まあ、水をね、含ませた状態で、ここに置くという感じですね。はい。で、あとは、削るだけです。で、削り方自体は、ここは押さえないでいいので、ここの部分だけを押さえて、ちょっとこのナイフを斜めにした状態で、これをまず、押します。指で押したまま、ぎゅーっと上に、はい、スライドさせます。で、そしたら、離して、浮かせてから、こうやって。で、また浮かせて、押しながら、行くという形です。まあ、実際正しいかわかんないですよ。わ かんないですけど、
YouTube で見るとこういうことですね。なんで、なんか結構、なんかプロの人とかってなんかこんなことやって、早くやってるじゃないですか。実は、自分はね、ここを押しながらこうやって戻してんのかと思ってたんですよ。ただ、よく見ると、こうやって押しながら、ちょっと浮かせながらこうして、こうやって削ってみたいです。はい。ちょっと知らなかったですよね、俺はね。なんで、こういう風な感じで。で、ある程度、こう、何回か削ったら、次はこっちですよね。で、問題はね、この先っちょ 先っちょがね、ちょっとね、角度が微妙に ちっちゃいナイフだからね、これね。角度はちょっと微妙なんですけど。まあ、こんな感じで、ね。素人ですから すげえ言い訳してるけど。まあ、角度を確かめるための、なんて言うんだろう。練習器具みたいな感じなのかな、ね、普通にね。で、ここ終わったら次は反対になるんで、次はこっち側ですね。こっち側にして、またこれを押しながら引くと。これで合ってんのかな、これ。でもね、ちょっと不器用ながらも、器用ながらもやると結構ね、なんか研げてるんですよね、意外と。で、ある程度研げたら次は、ここのね、3000番のところで、滑らかにすると。
でもなんかね、だんだんと、いい感じになってきたよ。溶けてきた、溶けてきた。結構ね、力入れた方がいいんですよね、なんか。まあ、自己流なんですけど。こんなぐらいかな、こんなもんかな。はい。よっ。はい。はい、ということでね、こんな感じで、できました。ね、ちょっとね、やっぱね、少し尖った感はあるんですよね。はい。で、じゃあこの紙をね、一回ちょっと切ってみましょうか。もうこんな感じで、はい、こういう風にね、切れるので、まあ、切れ味やっぱりね、すごく良くなるんですよね。ただね、ちょっとね、デメリットがあるんですよ。これのね、あの、デメリット。これなんで、何のデメ、あ、これね、何のデメリットか、あ、これね、何のデメリットかというと、ここね、ここあるじゃないですか。これね、あの、鉄なんですよね、ステンレス。ステンレスだから、ここにね、傷が、ついちゃうんですよね。だから、これはね、ちょっとどうなのか。だったらこの角度でちょっと練習した方がいいんじゃないのかなっていうふうに思っちゃいますけど、まあ個人的にはすごく簡単なんですよね。だから傷をすごく気にする人に対しては、これちょっとあんまり合わないかもしれないですけど、やっぱりこういうやつで包丁をこうやって研いでみたいっていうのと、まああとはね、普通のシャープだと切れ味がちょっと微妙だから、やっぱりこっちの方がいいと、うん、っていう人に対してはこれいいのかもしれないんですけど、ただちょっと傷がつくのは嫌だっていう人に対してはちょっと難しいかもしれないですね。うん、もし、難しいようであれば、まあ、包丁研ぎ屋さんに行くか、本当に、こう、まあ、ガチで練習するかっていう形になると思います。はい。ということでですね、こちら、貝印ですよね、包丁研ぎ、こちらの方、こちらの方をですね、紹介させていただきました。いかがでしょうか？はい。まあ、こちらのね、包丁研ぎ、私はね、毎回ちょっと使ってるんですけど、まあ、傷がついちゃうのが、微妙かなとは思ったんですけど、まあ、そんなにすごい高い包丁を使ってるわけじゃないのでね、まあ、傷ついても別にいいや、みたいな。あと、100均のね、包丁使ってますので、まあ、こんなんで、ね、いいんですよ。こんなんでって言っちゃいけないんですけど。はい。ということで、まあ、一応、切れ味ではすごく良くなります。はい。まあ、さっきとね、実験した通りですよね。まあ、最初の方はこんな感じのね、最初はね、こんな感じでね、ビリビリだったんですけど、でも、後からこういう風な感じでね、
ピリッと切れるようになりましたので、まあ素人でもね、簡単に、包丁研ぎができるっていうのは、まあすごく利点ではあると思います。あとはすごく練習になりますよね。で、これをやった時点で、もう角度がだ、まあ大体角度これぐらいなんだな、みたいな感じで、自分で、調整ができますので、まあそれは一つの利点なのかなと思います。まあ練習用でやるっていう器具として考えていただけたら、まあすごくいい商品なのかなと思います。こちらね、商品はね、概要欄の方に、リンクを貼っておきますので、ぜひともですね、見てはいかがでしょうか。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちら包丁研ぎ。皆さんもね、ぜひ、使用してみてください。まあ、やるんであればですね、高い、包丁よりも安い包丁でね、一回練習してからの方が、いいんではないでしょうか。はい、ということでね、このような形で、家庭にあるね、商品紹介、家庭で使えるような、お家で使えるような商品紹介だったり、あとは家電製品だったりとか、そういった商品紹介もしております。で、あとですね、キャンプ系のね、動画もしておりますので、そちらの方もですね、ぜひ見てください。はい、ということでこちらの方はね、動画、終了させていただきます。皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。